こんにちは、新大理メンバー24卒の鈴です。稲山です。セカニチと申します。就活生今まで500人以上見てきました、就活のプロです。最近本を出版しました。未来がやばい日本でお金を稼ぐとっておきの方法というタイトルで、こちら就職の話ですとか会社選びの話ですとか書いてありますので、ぜひ就活生にぜひ読んでほしいと思っています。本日はそのセカニチさんに、実は学知化よりも大事かつ合否にも直結する挫折を乗り越えた経験を教えてくださいという質問に対する答え方を聞いていきたいと思います。はい、でまあ、この動画さえ見れば挫折経験でどんなエピソードを話せばいいのかっていうところと、具体的にどんな風に挫折経験を探していけばいいのか、で最後に面接官にめっちゃ響かせる話し方っていうのの、まあ、3点が分かるような動画になっているので、ぜひ最後までご覧ください。そもそも挫折経験って何なのかとか、どういう意図で聞いてるんですか？挫折経験とは、自分で目標を設定し、その目標に対して努力をして壁に当たったという証拠なんですね。なんで自分の努力の証拠だと思ってください。でその努力の証拠をこちらは聞きたいです。っていうのはなぜかというと、新卒の学生って将来伸びるかどうかってところを見てるわけで、将来伸びる人ってパッと見た時にどういう印象を持ちますか？努力できる人。そうなんですよ、その通りです。というわけで、コツコツと努力できる人であれば、今能力が仮になっても数年後にもうプラスで成長してくれるんじゃないかという意図を持って、今ダメでも将来性にかけて採用するのが新卒採用なんですね。なんで自分で目標を立っていることができて、自分で努力をすることができる人間ですよというエビデンスを提示することが挫折経験のすごく大事なところでございます。仮にですよ、挫折経験がないというのは、それは単純に目標を立てていない、もしくは目標が低すぎるという話でしかないんですね。っていう人は将来伸びしろがあるかと言われてしまうと、努力できないイコール伸びないんじゃないかなって思ってしまうので危険です。やっぱ挫折経験って、失敗した経験とか単に人間関係でやめましたみたいな経験じゃダメってこと？正直に言うとダメです。それももちろん話してもいいんですけれども、結局就活って買い物と同じなんですよね。買う側にメリットがあるから年収とか給料とかを払うわけですよ。大企業って22歳から65歳まで働いてときに平均値って約3億円なんですね。でトップ企業だと6億円とかまでいくわけですよ。ので何か目標があって、その目標に向けて努力をしたっていう価値がないと、その3億円とか6億円払う買い物には繋がらない。結局高い目標と、それを向かうためにぶち当たった壁みたいなところと、それを乗り越えるためにどうしたのか、まあ、大きく3点があることが面接官が求めてる挫折経験。その通りですね。まあ、キーワードは挫折経験と言いつつも強みの再現性なんですね。企業はその買い物をする上で強みの再現性が欲しいわけなんですね。なんでこんな過酷な状況でもこういうパフォーマンス発揮できますよっていうのが欲しいんです。具体的にどんなエピソードを話せばいいかっていうのを、就活生の集めた声と僕らがいつも挫折経験で話しているエピソードを、はい、セカニチさんに高速でレビューしていただいてボコボコにしていただく専門ノック始めていきたいと思います。はい、はい、分かりました。一つ目にあったのが、受験で第一志望に落ちて浪人したっていう挫折経験でした。これは良くないですっていうのも、この話をしてしまうと、じゃあ大学の丸3年間過ごしていて、丸3年間何もなかったんですかって話になっちゃうので危険です。さらに言うと、チームワークで発揮したエピソード欲しいです。仕事っていうのはチームで行うものなので、チームの中でどういう立ち位置でどういう価値を残すのかって聞きたいです。でこれ受験で一人で失敗したって話だと、チームの価値がわからないので×。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、次もちょっと×グループ化するんですけど、部活で最後の大会に出場できなかったことっていうのは、これは、ちょっと三角で、大学時代の話ならいいんですけど、これ高校生の話で終わってしまうと、これまた大学3年間何してたのってなっちゃうので、これだけで終わるのはあんまり良くない。でただ部活の最後の大会に出場できなかったっていうのは、チームプレーの話であったら、別にレギュラーだから価値がある、レギュラーじゃないから価値がないっていう話ではないので、チームに対してどんな価値を出したのか、例えばそれがレギュラーじゃなくてもっていう話が欲しい。ありがとうございます。です。でもう一個あったのが、コロナ禍で留学ができなかったことが挫折経験でした。なるほど、これだけで終わるとやっぱり罰で、コロナ禍で留学ができなかったから丸々っていうのがあれば良いけど、コロナ禍で留学ができなかったことですって終わるとすっこけるはい、感じです。はい、僕の挫折経験、サッカーやめてバドミントンを始めたっていう経験なんですけど、小中で8年間やってマジで下手だったんで、バドミントン向いてそうだなと思ってバドミントンやって、高校生でやったっていうのは、これは挫折経験になるのか。正直そのサッカーをやめたって話は正直あんまどうでもよくて、はい、バドミントンの中でどういう努力と工夫と挫折経験があって、それを乗り越えて価値を発揮したかっていう話が欲しい。はい、ありがとうございます。ちなみにセカニチさんは挫折経験でざっくりでいいんですけど、どんなエピソードを話してますか？
ざっくりで言うとビジネスコンテストに出場してまして4人チームのリーダーでしたと。で600人の中から優勝しましたっていうのが第2回大会で結果が出せたんですけれども、第1回大会ですごい挫折をしてしまって、チームが空中分解バラバラにモチベーションが最低に落ちてしまうみたいなことがあって、そこでチーム組織作りに失敗したんですよね。その失敗を経てじゃどうやって高いモチベーション組織を作るかリーダーとしてっていうところで工夫をしてそういう成果を残せましたって話をしました。っていうのでその成果を残しましただけだと自慢話になっちゃうので、自慢話は1割、失敗雑な話は9割っていうふうに気をつけてます。ありがとうございます。ここからはどうやったら挫折経験が見つけられるのかっていうところで、まあ、結局自己分析するしかないとは思いつつ、どんなエピソードとかどんな経験を自己分析していったらいいのかっていうのを伺いたいんですけど、一番はやっぱり時間っていうキーワードでございまして、時間を使った物事を考えてほしいっていうのが、その中に必ずその挫折経験とか自分の価値を発揮した瞬間っていうのがあるはず。ただし圧倒的消費者として時間を浪費した経験はどうする。例えば目標も目的も何もなしに YouTube をだらだら見てましたとか、何もな目標もなしに SNS とかスマホゲームとかに時間を溶かしてましたみたいな話はなしにした上で、その上で自分が時間を投資したものっていうのを考えて、その中で、挫折経験を探すっていうのが順番としてはいいと思います。どういう順序で話したら分かりやすくかつ面接官に響くように話せるのかっていうところを、あの世界さんの具体例を使わせていただいて、あのお話ししていただきたいと思います。お願いします。はい、分かりました。結構大事な要素が原因分析でございます。何かというと、例えば高い目標を掲げたけれども努力してダメだったっていう挫折と失敗困難があります、はい、でこの挫折失敗困難と目標に向けてこのギャップがあるんですよね、はい、このギャップが生まれてしまっている原因分析をちゃんとしてるかどうか。この原因分析がないと施策を2つやりましたって言ってもその施策が本当に効いてるのかがわからないので、その施策が論理的に効いているっていうことを伝えるためには原因分析が必要で、施策を打ってこういう成果が残せましたよっていう話をしてください。その上でこれは再現性がある話で、この自分の価値とか強みっていうのは入社した後も御社に対してこういうふうな価値なことを残せますよっていう再現性を伝えるっていうのが大事。構成としては高い目標があって挫折をして、で原因分析してこんな課題がありました、それに対して施策どういう乗り越え方施策をしたのか、はい、で結果でまとめで価値、自分の価値みたいなのを話してもらって、できればその後に再現性で御社に入った後もって話もし、じゃあ私を例にして話すと、はいはい、まず高い目標っていう意味で言うと、まず参加者が600人以上いる大会がありました、で優勝したかった。だけど第1回大会では自分が4人のチームのリーダーとして進めていったんですけれども、チームが空中分解してモチベーションが低い組織になってしまった、そして書類落ち、もう面接とかプレゼンテーションの場まで進めなかったっていうことが挫折経験でした。で原因分析としては相手のことを理解せずに自分の考えを押し付けてしまったっていうので、打った施策としては2つあって、1つ目は人の話をよく聞いて受け入れてあげること。これはチームメンバーがどんな今まで人生を歩いてきて、で今どんな悩み事があって今後どういうことをしたいと思ってるかっていうのをしっかり聞いて、で受け入れてあげること。で受け入れてあげることによって信頼関係が結ぶ、信頼関係が結べるとモチベーションが上がるっていうので、その受け入れるってことをしました。2つ目はビジョンを示した上で逆算してあげるってことをしてました。その結果的に600人なんか優勝することはできたんですけれども、やっぱり一番大きかったのはチームメンバーとの信頼関係を築いて高いモチベーションの源を隣るようなチームを作ることが自分の強みだなと思ってますので、もし御社に入った後でも任せていただければチームリーダー、プロジェクトリーダーとしてもう組織を率いて結果を残すことができると自分は信じています。綺麗すぎる今の順序で自分の経験を当てはめて作っていけばいい、はい、ちょっとここら辺で僕らの挫折経験も、まあ、目標と失敗と原因と施策と結果というふうに、はい、まあ、具体的にどんどん下ろしていって面接頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今日の動画で挫折経験がどういうものかというところと、まあ、具体的にどうやって探して答えていくかというところがもうほぼ 100% だと思うのでこの動画を参考にして、ぜひ皆さんの挫折経験もあのガチガチに固めていっていただければなと思います。はい、ということで世界さんありがとうございました。ありがとうございました。概要欄にこちらの本のリンク貼ってありますので、未来がやばい日本でお金を稼ぐとっておきの方法という本、就職、会社選びなど、ぜひ就活生に読んでほしい情報がギュッとまとまっておりますので、ぜひ読んでみてください。はい、ください。ありがとうございます。せーの。じゃあなー。